どうも、近藤社長下橋でございます。さあ、2024年も暖かい季節近づいてきましたね。ということで、今回は2024年最新版おすすめワンデーコンタクトレンズを紹介していきたいと思います。今回はそれぞれの商品の特徴と実際にレンズアップに掲載されているレビューとともに紹介していこうと思っております。それでは早速いきましょう。一つ目はこちら、ワンデーアキビューオアシス。こちらは摩擦ゼロとシリコンハイドロゲルがポイントとなっています。涙に似た保湿成分を閉じ込めたまま、まるで涙のようなレンズです。涙と一緒になって滑らかさを一日中キープし、目に負担となるまぶたとレンズの摩擦をゼロにします。またたっぷり酸素が届くシリコンハイドロゲル素材を使用しており、裸眼時とほぼ同じ量の酸素が目に届きます。それではレンズアップに掲載されているレビューを紹介したいと思います。これまで使っていたのより使用感が軽く目が疲れません。つけていないように感じます。継続したいと思っています。いろいろなコンタクトレンズを使用しましたが、ぴったりくるものに出会えず乾燥や不快感に悩まされていました。このオアシスも半信半疑でしたが、使用して驚きました。装着してから外すまで一度も辛さを感じない。つけていることすら忘れそう。本当に素敵です。もう手放せません。さらにこんなレビューもございました。今までのレンズの中で一番視界が見えやすかった。そうなんです、こちらのレンズは光学性能がアップし、さらに鮮明な視界でくっきりとした見え方を実現いたしました。スペックだけでなく、はっきりとした視界を求めている人にもおすすめですね。レンズアップル内でもハイスペックコンタクトレンズとしてはダントツで人気のある商品であります。続いてはこちら、ウェイブワンデープレミアム。こちらは素材と価格のバランスがポイントとなっています。第3世代シリコンハイドロゲル素材を使用し、酸素をたっぷり瞳に届けて長時間の装用でも快適さを保ちます。なんと酸素透過率驚異の 166。 そして通常シリコン素材のワンデーコンタクトは1枚あたり約110円となっていますが、ウェイブは品質をそのままに1枚あたり約66円というお求めやすい価格を実現いたしました。まさにコスパ最強、酸素最強のワンデーコンタクトレンズです。それではレビューを紹介いたします。毎日使うものなので使い心地は重要、よく潤ってくれるのでリピートします。大変満足しています。価格と品質のバランスでは最上級であるように思います。不満点が見つかりません。いやー、ありがとうございます。さらにこんなレビューもいただきました。これまで使ったどれよりも目が乾きづらいし、値段も高くなく、これが一番いいかもしれません。ケースが薄いのも地味に良い。そうなんです、こちらはフラットデザインを採用しており、かさばらず保管できるのも特徴ですね。続いてはこちら、デイリーズトータルワン。こちらは透け心地がポイントとなっております。とにかく超ハイスペックなレンズで、その理由の一つは含水率。レンズの中心部の含水率は約 33%、 そして表面部はなんとほぼ 100%。潤いたっぷりなレンズで何もつけていないような快適なつけ心地を実現しています。それではレビューを紹介いたします。仕事で終日パソコンを使い長時間装用しますが、外すまで快適です。早くトータルワンに切り替えればよかったと思います。つけた瞬間から他のレンズとの違いが分かります。長時間の装用でも乾燥を感じず、目薬を使わなくなりました。やはり装着感の良さと乾きにくさが好評ですね。ぜひ皆さんにも一度は体験してみてほしいレンズです。続いてはこちら、ワンデーピュア潤いプラス。こちらは国産と価格がポイントとなっています。こちらのレンズは全ての工程を日本国内で一貫生産しているメイドイン日本のコンタクトレンズです。こちらのレンズは他のワンデーコンタクトと比べて比較的価格が安く、また通常のワンデーコンタクトよりも2枚多い32枚なのでとってもお得。両眼を毎日使い続けると1年間でなんと48枚分もお得なんです。それではレビューを見ていきましょう。眼科で購入したコンタクトの乾燥が気になりこちらに変えました。このコンタクトに変えてから乾燥が気になることなく、1日中快適に過ごせるようになりました。今後も使います。とにかく安い、32枚入りで日本製で安心です。つけ心地も良いです。
安心安全の国産コンタクトレンズでメイドインジャパンクオリティをぜひ実感してみてください。さて、いかがでしたでしょうか。今回は2024年最新版ということで、おすすめのワンデーコンタクトレンズを紹介しました。ライフスタイルや美容シーンに合わせてご自身に合うコンタクトレンズを試してみてください。それではまた次の動画で。